メモリトレースでは再生走行を中断することができます。あらかじめ中断する位置を記憶する方法を説明します。記憶ボタンを押し記憶を始めます。中断したいところでメモリトレース操作ボタン中央の再生ボタンを続けて2回押します。ピピッと音が鳴り、この操作をした位置を中断地点として記憶します。中断地点には目印をつけておきます。その後、続けて走行を行い、経路を記憶します。走行させたい経路のゴール地点で記憶ボタンを押し、記憶を終了します。今記憶させた中断を含む自動走行を押してみましょう。再生ボタンを押します。中断を記憶した場所でサウザーが停止しました。中断に入るときはピピピッという音が鳴った後、メロディー音が止まります。またメモリトレース操作ボタン左側の記憶ボタンのランプは点灯したままです。中断中はサウザーを任意の場所に移動させることができます。メモリトレース走行を再開するときは、中断地点までサウザーを戻し、再生ボタンを押します。再生走行をしてゴール地点に戻ります。ゴール地点に戻りました。